子供の日の5日、郡山市子ま祭りが AGC 郡山カルチャーパークで開かれました。今年は市政施行100周年を記念したイベントも行われ、郡山市の歴史にちなんだクイズ大会にはたくさんの子供たちが参加しました。また、特産の浅香米を使って100グラムぴったりを当てる軽量チャレンジも行われました。 会場では、2本のロープで飛ぶ縄跳び、ダブルダッチに挑戦する子どもたちもいました。やっっててみてどううでししたたか楽しか楽普段はこう触れなないような この日は30度を超える暑い一日になりましたが子どもたちは日頃なかなかできない経験を楽しんでいました中央公民館は市内の小学生を対象に郡山の歴史や文化などを学ぶ早まっ子への参加を呼びかけています 早やまっ子は子供たちに地元への愛着を深めてもらうとともに、市内の他の小学校の児童と交流してもらおうと開催されています。今年度の活動は来月8日から始まり、月に1回程度、氷山の歴史や伝統文化、礼儀作法などを学びます。来年2月には民話などを披露する 子皆さん、楽しい活動が目白押しですので、ぜひご応募お待ちしております。公民館で待ってます。募集対象は市内の小学生で、定員は30人。市のウェブサイトで、今月23日まで受け付けています。詳しくは、中央公民館までお問い合わせください。 郡山市では、グリーンボーイズが制作する100周年記念楽曲のヒントになるメッセージを募集しています。市のフロンティア大使を務めるグリーンボーイズは、市政施行100周年を記念した楽曲を制作して、9月1日に発表する予定です。現在、Z 世代を中心に、郡山ゆかりの人から、

来月7日まで受け付けています。この他の市政施行100周年記念事業については、市のウェブサイトをご覧ください。